ロビンソン・クルーソー、ロビンソン・クルーソーは、イギリスの小説家、ダニエル・デフォーの小説。主に第一作を指して、ロビンソン漂流記などとも言う。1719年に、ロビンソン・クルーソーの生涯とくしくも驚くべき冒険、として刊行された。ロビンソンの誕生から始まり、船乗りになり、無人島に漂着し、独力で生活を築いてゆく。 この無人島には時々近隣の島の住民が上陸しており、捕虜の処刑及び食人が行われていた。ロビンソンはその捕虜の一人を助け出し、フライデーと名付けて重木にする。28年間を過ごした後、帰国するまでが描かれている。この小説が好評だったので、早速続編、ロビンソン・クルーソーのさらなる冒険が刊行された。 ロビンソンは再び航海に出て、以前暮らした無人島やインド、中国などを訪れる。さらに1720年にロビンソンの第三部、真面目な制作が刊行された。ロビンソン・クルーソーは架空の人物である。しかし、実際に無人島で生活した経験を持つスコットランドの航海長、アレキサンダー・セルカークの漂流記での実は、 17から18世紀に広く出回っていた数々の航海主党をモデルにしていたとされる。しかし物語はいくつもの海賊の物語に影響されて作られたものであり、セルカークをモデルにしたものではないとする見解もある。1704年10月、航海長をしていたセルカークは、船長との争いがもとでマスアティエラ島に取り残された。マスアティエラ島は、 チリの沖合に浮かぶ全長約2 0トル幅約5キロメートルの島でファンフェルナンデス諸島では最も大きい島である。セルカークは4年4ヶ月の間、このマスアティエラ島で自給自足生活をし、1709年2月にバッカニアのウッズ・ロジャーズに救出された。セルカークの得意な体験談はロジャーズの航海記で紹介されて、それを ロンドンのジャーナリスト、リチャード・スティールが1713年に新聞で紹介した。この話からヒントを得たダニエル・デホーが、ロビンソン・クルーソーの物語として1719年に初版を出した。初版本では、著者名はなく、あたかも、ロビンソン・クルーソー自身の公開記であるかのような形式をとっていた。1966年にマスア・ティエラ島は、 ロビンソン・クルーソー島と解明され、今では約600人が住む島になっているが、実際にセルカークがこの島のどこで生活をしていたのか、具体的なことは全く分かっていなかった。1992年に日本人探検家の高橋大輔がこの島の調査を始め、実際に現地で自給自足生活を試みるなどしてセルカークの足跡を追った。 2001年に高橋はセルカークの住居跡と思われる場所を発見した。2005年1月から2月に考古学者を含む調査隊を率い発掘調査を行った。高橋が最初に住居跡と思っていたところはセルカークの年代より新しいスペイン人の作った火薬庫の跡だったが、その下からセルカークの年代の焚き火や柱の跡が見つかった。 そして土の中から16ミリの金属片を掘り当て、当時の航海用の器具の先端部と一致したことが決め手となった。調査結果は2005年9月15日に世界中で同時に発表された。初版のタイトルは、正式には自分以外の全員が犠牲になったナンパで岸辺に投げ出され、アメリカの浜辺、オルーノクという大河の川口近くの無人島で28年も、 たった一人で暮らし、最後には、奇跡的に海賊船に助けられた、ヨーク出身の船乗りロビンソン・クルーソーの生涯と、不思議で驚きに満ちた冒険についての記述、ザ・ライフ・アンド・ストレンジ。サプライジング・アドベンチャーズ・オブ・ロビンソン・クルーソー、オブ・ヨーク、マリナー、フー・リブ・ドゥエトトゥエンティー・イヤーズ、オール・アローン・イン・アン・ウン、インハビテッド・アイランド、オン・ザ・コースト・オブ・アメリカ。 ニア・ザ・マウス・オブ・ザ・グレート・リバー・オブ・ルーノク、バビング・ビーン・キャスト、オン・ショア・バイ・シップレック、ウェア・イン・オール・ザ・メン・ペリッシュ・ド・バット・ヒム・セルフ、ウィズ・アン・アカウント・ハウ・ヒ・ワズ・アット・ラスト・アズ・ストランジリー、デ・リバー、ディ・バイ・パイレーツである。また、本人自筆によると、あたかも主人公、ロビンソン・クルーソー自身が執筆したかのように、仮想されている。この作品は、 経済学的な視点からも注目を集めてきた。カール・マルクスは、資本論の中で、ロビンソンを引き合いに出して論じており、シルビオ・ゲゼルは、主要著書、自然的経済秩序の中で、独自のロビンソン・クルーソー物語を紡ぎ出している。また、マックス・ウェーバーは、プロテスタンティズムの倫理と、資本主義の精神の中でロビンソン物語を取り上げ、主人公の中に、 合理主義的なプロテスタントの倫理観を読み取っている。経済学者、大塚久夫も、社会科学の方法、社会科学における人間などで、ロビンソンが簿記をつけ始めることなど、信仰のイギリス中3階級の勤勉で信仰心に、熱い起業家の姿を投影していると力説している。同時代の文人ジョナサン・スウィフトが、代表作、ガリバー旅行記を執筆したのも、 本作の影響が大きいと言われている。同書は単なるキリスト教的な倫理ではなく、キリスト教書籍としても評価されている。日本での最初期の観光紹介は、幕末に、黒田光次郎、横山康蔵、斉藤良安により、オランダ語役所から重役されている。黒田役は、氷原記事の代で、加盟三年までに訳され、写本の形でルフ、横山分けは安政年に、 ロサトシソン評高記略として自費出版され、斎藤役は明治5年にロサトシソン前伝という題で刊行された。子供向けの冒険物語として編集された、ダイジェスト版でした親しんでいる読者も数多い。世界大百科事典内のアレクサンダー・アーセル・カークの、言及2017年3月18日閲覧、マスダ・郎シロウ、図説海賊 P87。 川で処方新社、2006年世界、大百科辞典内のアレクサンダー・セルカークの言及2017年3月18日閲覧、ロビンソン・クルーソー、実在神話の真相2017年3月18日、閲覧調査記録は、高橋大輔、ロビンソン・クルーソーを探して新調査、1999年、新調文庫、2002年、ケネス・マクビーティ、 ロビンソン・クルーソーに秘められた十字架命の言葉者。ありがとうございます。